こんばんは、ひろかわです。でずっと食べたかったマック買ってきました。てりたま。そんなに気にはなってなかったんですけど、やっぱ新商品だからということで、一応ストロベリー、めっちゃストロベリーなパイを買ってきました。あと今回は今回のてりたまとんかつということで、とんかつてりたま買ってきました。イエイ。で今、ローソンでホットミルクが半額なんですけど、いろいろコロナで学校がなくなっちゃって、給食の分の牛乳とかが余っちゃって、酪農家さんが困ってるんですけど、それを助けるためにも半額にしてるそうです。じゃあ乾杯。あ、本当にしっかり普通にホットミルクですね。すっごい濃厚とかでもないですね。普通の牛乳の普通のホットミルクですね。もう発売されてからどんぐらい経ったんだろう。今年のてりたまはじゃーん、美味しい。もうすでにこれで、なんか私あんまりてり焼きバーガーって買わないんですけど、てりたまは好きだったりするんですよね。月見バーガーも好き。マックでとんかつって今までそんなに馴染みないんですけど、結構美味しそうですよね。いただきます。うん、このたっぷりのマヨネーズとこの照り焼きのソースが合わんわけがない。しかもボリュームのあるとんかつ、美味しい。これ豚のとんかつですよね。まあ、結構淡白。うん、もはやマヨネーズが美味しいみたいな。うんうん、口がこうなる。マックにホットミルクがそんなに合わない。いや、こっちは気になっていためっちゃストロベリーなパイいきます。めっちゃピンク、なんかアメリカって感じですね。いただきます。あ、すごい、いちごジャムパイ。うんうん、いちごジャムパイ。なぜハンバーガー食べてる途中で挟んでしまったのか。パイとホットミルクは合います。てりたまとんかつは普通にレギュラーにしてもいいぐらい美味しいんですけど、マックでこんなにボリュームあるのもなかなかないし、味もすごいなんか期間限定の味って感じじゃなくて、本当前からありましたけどみたいな安定感あります。うん、ただ口がこうなる。マックでは珍しい。もう半分ぐらい食べたら結構満足してきた。はい。というわけで、マクドナルドのてりたま、今年はとんかつ、そしてめっちゃ美味しいよというのと、ストロベリーパイ、めっちゃいちごジャムっていうのと、ローソンの牛乳ホットミルク買って酪農家さん応援しようっていうお話でした。ごちそうさまでした。では終わります。